今日はトレアジアデザインさんからバンブーシャープペンというものを提供していただいたので、今日はそちらの方を開封していこうと思います。TA プラス D と書いてトレアジアデザインと読むんですけれども、台湾のデザイナーブランドが製造するシャープペンのようです。ではシャープペンについて詳しく見ていこうと思います。ノック部分は控えめに竹が使われていて、非常に洗練された上品なデザインのシャープペンシルとなっています。アルミニウムでできた軸にデザインのアクセントとしてノック部分に竹が使われています。すごく控えめでありながらアクセントに木が使われているのは、以前動画で紹介したベアホイの桜の木の腕時計みたいな感じで、これからそういうデザインが流行るんじゃないかなと思います。マットブラックの質感も非常に高いので、かなりの重厚感を感じます。持ってみた感じは 19g のペンなので、アルミの軸の割には少しずっしりとしているかなと思います。ノック部分の竹は非常に丁寧に研磨がされていまして、触り心地もかなりスベスベとしております。芸術的な造形がなされていて、そういうところはさすがデザイナーブランドだなと感じますね。非常に洗練されたデザインということで、クリップはついていないです。クリップがついていないということで、気を抜いたら落としそうで怖いので、慎重に使っていこうかなと思います。ノックをした時の感触なんですけれども、少し遊びが大きいかなと思いました。長さで言うと約4ミリ近く無駄な遊びがあるので、ちょっとそこは残念ですね。ノックをした感触はシャキシャキとしていて少し固めです。ノックボタンも尖った形状となっているので、角度によってはすごくフィットしてノックがしやすいんですけれども、何も見ずにノックをすると尖ったところでノックをすることになるので、指が食い込んで結構痛いです。面に沿ってノックをした時でも、奥までノックをすると黒いアルミの尖ったところに当たってしまうので、別に痛いわけではないんですけれども、快適にノックをするためにはもう少し改善の余地があるかなと思います。せめて 4mm の遊びをもう少し小さくしてほしかったなと思いますね。ロゴは控えめに刻印がされております。非常に控えめなロゴなんですけれども、 Amazon のページを見ると白い文字で書かれていたので、もしかしたら掲載されている写真と仕様が変更されたのかなと思ったりしております。グリップのところは縦方向に削られているんですけれども、この線は一本一本長さが変わってくるので、そういうところもすごく美しいなと思います。全長は 149mm、 それから軸の直径は 9mm なので、かなり細長いペンとなっています。芯径は残念ながら 0.7 ミリのみとなっているので、正直なところ 0.5 ミリのモデルも出て欲しかったなと思います。ペン先もスラッとした形状なので、書いている時の視界はいい方なんじゃないかなと思います。口金を開けていきますと、こんな感じで普通のシャープペンとは変わった構造となっています。芯の補充は口金を開けて、その中のキャップを取り外して行うので、これは初めて見る構造ですね。芯タングの素材は樹脂でできております。ここからもさらに分解ができまして、これだけでもシャープペンとして一応機能するようになっています。シルバーの金具を分解していきますと、中にはかなりスリムな金属チャックが使われていました。ノック感は結構固めなので、芯のホールドに関してはしっかりとしてくれるかなと思います。結構複雑な構造になっているシャープペンで、芯タンクと軸の連携というものがあまりうまくいっていないので、ノック部分に遊びがどうしても出てしまっているのかなと思います。こちらのシャープペンはダブルノック式ではなくて、先端のシルバーの金具は固定されていますね。書いてみた感想ですが、口金とシルバーのパーツは分離されているので、本当にわずかですが隙間が生じてしまっていて、ガタつきは全然気にならないんですけれども、すごくしっかりとしたいい書き味であるかと言われたらちょっと微妙なところかなと思いました。でもペンの内部から聞こえてくるカタカタ音っていうのは全く気にならなかったので、どちらかというと書き味はいい部類に入るのかなと思いました。ただ口金とパイプが完全に固定されていた方が書き味は良かったんじゃないかなと勝手ながら思います。直径が 9mm のペンっていうのはかなり細い部類に入るので、太軸ばっかり使っている自分からしたら少しこちらのペンに慣れるのに時間がかかるなと思います。全長も結構長くて取り回しがしにくいっていうのもあるので、書きやすさを重視するようなペンではないかなと思いますね。
ただ全長が長いおかげで勢いよく書くっていうのを制御されるので、いつにも増して字が綺麗に書けました。書きやすいシャーペンっていうよりかは自分が書きたいものっていうのを忠実に再現してくれるような綺麗に書けるペンかなと思います。とにかく自分はこちらのペンのデザインが好きです。自分は結構デザイン重視で使うペンを決めがちなので、そんな方にはすごくおすすめできるかなと思いました。値段は税込み4950円なので、ペンとしてはすごく高いですね。デザイン料っていうのに半分ぐらい持っていかれているような感じがします。そういうのを考えるとラミに共通するようなところがあるかなと思います。結構字をきれいに書けますし、ゆったりと書くのを楽しみたいという方にすごく向いているシャーペンかなと思います。コスパなんて関係ない、とにかく洒落たペンが欲しいんだという方は Amazon と楽天で売っているので、ぜひチェックしてみてください。ということで今日はトレアシアデザインのバンブーシャッペの紹介でした。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。